グランクラス放送室です。今日は4月の25日かな。はい。25日です。金曜日です。地主舞子さんが、下見に見えたので、ついでに放送室するということになりました。地主さんは7月10日、5月10日あ、5月10日、ごめんなさい、5月10日の土曜日に、馬がやってくる音だっけ？馬が近づいてくる音です。馬が近づいてくる音っていう公開撮影のパフォーマンスを、しますが、その話などにも触れられたらいいなと思っております。地主さん、今日はちょっとなんか用意してきたものがあるので、それを今から。じゃあちょっとあやとりをしながら、みんなであやとりをしつつお話をできればと思います。あやとりできますか？できないですけど。できるじゃないですえ、か。いや、こうでしょ。あ、できてる。そうです、そうです。僕は何をこうすればいいの。あ、できてる。川。あ、これよくね、わか知ってらまないすやよ。つだ。大丈夫ですよ。いや、もう行くしかない。いや、もうこれ切ると思います。じゃあちょっと皆さんやっている間にちょっとご話せない質問しようかな。すごい。あ、いいですか？はい。これ多分シュッてなっちゃうと思いますよ。あ、来なかった。じゃあ今のところに続けてください。はい。なんか変形しちゃった。なんか怖いな、これ。ここはなんか変だ。何？どうやったらいいの？これどうだろう。これは、なんてみたいな。川みたいな。あ、わかった。あやとりをしながら何か労働の話をしたいっていうふうに言ってましたが、はい、あ、すごいいいゲスト。ああ、はい、私始めました。吉田さんにお会いしたことあるんです。はい、キャンプの年末の時にお会いしていて、でその時になんか35歳からアーティストは正念場だみたいな話になって、そうなんだ。はい。その時に、はい、コンビニの店長さんをやってるっていう話を聞きました。そうです。はい。これどうなんだっけ。これできないんだよね。ちょっと待って。あれ、これでこうして、そうです、そうです。で、ここに入れて、ここ、そう、そう、あ、そう、こうか、そう、ん、はい。もうね、できなかった。できなかった。できなかった。はい、ですね。やってます。このままだと多分いけないです。まだなんか、ここに入れて、はい、じゃあここから、はい、そう
謎過程が。ですね、はい。お、なんか。三、これでいいの？そうです、はい、そうです。あれ？なんか、なんか離れた。なんか話した。なんかが離れた。これか？何かが違う。はい、違うね。なんか、まあまあ、でも大丈夫。でも大丈夫。はい。で、コンビニの。そうです、はい。はい。今日も仕事帰りです。はい。さっきはあれってコンビニのなんか先ほど。はい、まああれはなんだろう。あれ言っていい。あんまり。あれはやめといた方がいい。やめといた方がいいかな。まあまあいろいろ、はい。そうなんですね。そのあれ24時間じゃないですか。はい。どうやって。その制作する時間とか取ってるんですか？あ、いやでも別に普通に会社働いてる方と一緒ですよ、うんうん、会社もまあ業務は閉まってても24時間じゃないですか。はい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 。お店は閉まってるけど会社は24時間存続してるわけで、うん、だから別に僕はまあ僕だけ一人じゃなくて2人、まあ、あとほら従業員の人たちもいるんで、うんうん、まあうまく時間をですね。僕どっちかっていうと僕はあのデザイナーとかカメラマンとかをやりながら制作をやられてる方の方が多分大変だろうなって思うことはありますよ。24時間じゃないですか。それこそでお一人でやられてて、僕はお店から離れてしまえばある、まあ、責任は継続してますけど、いる時よりは半減するけど、うんうん、カメラマンさんとかデザイナーさんはその場所を離れても責任は減らないじゃないですか、はいはいはい、だから多分そういうこれできないんだよね。えそうです、ここでそれでいいと思うんですけど。いやいやさっきと同じ。だからなんか違う、これをどっかに引っ掛けとけばいいかな。指は小指離したというかじゃないですか、多分。あ、そうかも。最初こうして、こうして、うん、ん？こっから？あれ？こっからこうすればいいんじゃない？違う。お、お、すごい。ここから。だから、そう、だからそんなに制作時間。全然考えそうと思いますよ。ええ、いや、なんだろう、やったことがない、時間の過ごし方同士だから大変だろうな、大変だろうなって見え、お互い見えるだけなんじゃないかなって思いますよ。そっかそっか。はい、吉田さんは、はい、ペインティングですか？あ、いや、どっちかというと写真ですかね。はい。あ、そうです。あの。でもなんか僕の話になっちゃうから。まあまあでもまあまあペインティングではないです。はい。そっかそっか。これをそのなんかなんで馬が近づいてくる音にしたかっていうと、はい、その今回ピチってしょうがない。ちゃんと聞いてるよ。なぜかというと、はい、あ、これなんであやとりにしたかっていうと、はい、脳みそを右脳と左脳で分けるっていうのでちょっとやってみようと思って、うんうん、あ、この親指もこれは右脳、これなんだろう、右脳、右脳なの、右脳なの。でここにあやとりは右脳かな、喋るのが左脳かな。あ、そう、ここになんか結構ここに入れる手を上から、うん、そう、こう、ちょそう、そう、オッケー。いやこれ左脳的作業にしか見えないんだけど。そうかも。あやとりは左脳なのかな。めちゃくちゃ理屈が関係するぞ。電話しながら落書きするのとかは右脳が暇すぎるから。うん、書いちゃう。ゆっく
喋ってる時とか、はいはいはい、あもう僕も公開インタビューの時とかも実は楽にしちゃうんだけど、喋ってる時って右脳が超暇になるから、だから同時に動かせるらしくて、じゃあこれ、あ、そうこれがどうなんだろう、左脳と左脳かもしれない、これ左脳かもしれないですね、全然話せないですよね、全然話せないし、この間なんだっけ22回もそういうことやったよね、放送室でババ抜きしながら、ジジ抜き、あ、ジジ抜き、オッケーです、オッケー、ジジ抜きも大変だったよね、うん、何にも喋れなくなったよね、でもなんか日光じゃダメなんだよ、落書きは何も考えない感じあるもんねすごい、プロマティカルだった、あ、すごい、あ、できた、すごい、できた、できてる、できた、でこれどうしたらいいかわからない。あ、これはもう基本形ですよ。こう。うん。こうしてどうするの？ピンって。こう。ああ。話すの早かったか。あ、俺話すの早かったか。わかんない。もう一個引っ掛けなきゃいけなかったの。あ、でもなんかできた。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 できた。できた。3箇所ないとダメなんだ。3-3じゃないと。あ、え、なんかできた。ちょっとこう上向けてやってくださいよ、かっこいいから。上できないの。あ、そうだ。あ、そう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 。ちょっと、ガチの。あ、あら。いや、いや。ん？ん？超、なんか、パズルやりながら話してるような、あ、確かにパズル、そうだ、パズル脳だ、パズル脳ですね、はきっと左脳なのか、うん、最近俺、数読にハマってるんですよ、あ、へぇー、できちゃった、私なんか惜しいよ、できたよ、きっとさっきのは数読は？数読は何も考えないでできますね。あ、嘘？そうか、うん、そうですか、え、でも計算しないとダメじゃないですか。あ、いや、え、計算はないですよ、数読は。あ、そうなんですか。同じ、同じ数字がは1回とかだもんね。あ、いや、9つの。そうそう、9つのブロックが、9つあるんですよ。うん、ここの中に、そこの中に1から9と、あと縦のライン、横のラインで1から9っていう、はい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 、それがこう成立するのをこう入れていくパズルで、じゃあクロスワードパズルみたいなもんですか。いやいや、もっと、なんて言うんだろう、クロスワード、形は似てるけど、もっとなんだろう、ルーチンワークというか、はいはい、うん、お、お、これいきますか。いけると思うよ、本当に3箇所あるから。あ、ダメだ、外れちゃった。そう、難しい。難しい。そう、最初ができないな。最初。あ、もう最初マスターしたんですか。してない。え、いや、それじゃないんですよね。え、いいんですよ、これで。え、それだけ？これで、キュッて、そうそうそう。そう、それがわかんないんだな。そんな外していいんだけど、ね。外しちゃダメです。外しちゃダメ。親指外しちゃいけないのか。もう全く話題が続かない。頭続かない。いや、体もねじれ込んでる。ねじれ方が逆。ねじれ方が逆なの。入れるんですよね、ここに。どうでしょう。ちょっと手首を。手首でくるんって。こう、そう、それで、でここに入れる、全部プリン、これです。俺誰の助けもないし、どうやってどうしてるの。ここまではできるよね。これもすごいいろんな解決方法あるんですよ、ね、さっきなんか横から入ってました、ね、こういうんだよ、そう、そういうのもできるし、なんかね、開発するのが面白い、うん、それは違うんだよ、え、ここもったらダメ、こうとか、お、
どうぞの、やめてみてください。そうだかな、無理か、無理っぽい。お、なんだこれ。縛っちゃった、うん、近づいてくるのはなんで、あやとりなのはなんで、あ、宇野とさんの方だったで、近づいてくるのはなんで、馬は、馬はなんでかというと、まず馬って、あ、あやとりとはそんなに関係ないんですけど、うん、馬っていろんなイメージがあると思うんですよ、うん、例えばなんか馬車馬のように働くとか、あと無理か、これはい、これなんとかしない、はい、あ、サブサブさん、例えば一番最初になんで馬が近づいてくる音にしたいかなって思ったかというと、なんか脳みそがストップして、すいません、すいません、大丈夫か。これどうすんだっけ、うん、あ、こうなんで、あ、違うか、こう、あ、違うか、こう、あ、違うか、すればいいのか、こういうこと、違うの、ね、いや、行ってみますか、はい、本当、ほら、あ、これとこれがこうなればいい、そう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 、あ、ダメか、違うか、1本かけた、なんでだ、川の字はどうやって来るの、なんか、何のとこに教わってたよね、さ、川はね、最初はここまではこれしかなくて、ここからなんですよ、うん、そうじゃない、さっき私がやったのやりましょうか、うん、さっきのここ取ってドゥインって、これも皮みたいなやり方でやることできますよ、こことここを使って、え、俺こことここをこうして横からそのバッテンを、こう、バッテンに入れ、そうです、そうです、そうです、このバッテンに指入れて、で、あれ、あ、ここの、小指クロスしないとダメです、これと、これこうして、うん、こう、そう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 、で、この指はもう持ったもんね、いけると思うんですよね、それで、ダメかな、ちょっといきますよ、はい、いけた、おお、変わってない、結構でもいいね、これ基本形です、これ基本形なの、これあの直線、直線の立体バージョン、あ、それで OK です、なんか外れた、あ、外れた、何かが外れたの、でも外れた気はしょうがない、え、でもなんで馬はそうですね、馬はいろんな意味が、そう、なんかこれ誰かラリーをしてた方がいいんじゃないか、結構いいね、そう、馬は、そう、まずなんで馬にしたかっていうのを話します、もう一回、はい、とまず私は、バイトを週5でしていて忙しいっていうのがあって、それでそのバイトと制作のについて、そのどれぐらい真面目にやればいいのか、バイトをっていう悩みがありまして、うん、で、
馬車馬のように働くっていう言葉があると思うんですけど、うんうん、馬にはそういうイメージが自分の中にあったんです、うん、なんか自分がすごい人参をぶら下げられた馬みたいに働いてるなと思って、うんうん、でそれで、うん、あ、なんかすごいその、うん、例えばその馬が、でもそ、馬が近づいてくる音をそうドラムで表してもらいたいと思って、全然話せないわ。週5で全然集中できないこれ。すごい、結構そう気になっちゃうんですよね。すごい、まあなんか何も考えずに没頭できるのがいいんじゃないかって気がするんでね。いや、やっとるんで。これはやって無理でしょ。これどうしたらいいのかな。これ、でもこれなっちゃったらもう解決できない気がする。そこを難しいんだ。どうしよう、どうしよう、もう無理やり。いけてる。ああ、馬車馬ね。どんな馬車？これはどうなの？あ、コールセンターです。で、あ、そうそう、で、それで制作、最近ちょっとレンズのお話をいただくことが多くて、でそれで、まあ、ちょっと悩み相談みたいになっちゃうんですけど、で、まあ、制作に集中してやるじゃないですか、うん、でもなんかバイトの方でもやっぱ人間関係とかがあって、うん、本当はなんかアーティストだったら、うん、あ、もう重大な展示決まったんで、うん、ちょっともうある程度がっつり休みもらって集中したりしたいじゃないですか、うん、でもやっぱりそのなんかその職場のこと、人間関係もあるし、自分が結構真面目なので、うん、その私が結構休んだら、うん、ここが回らなくなるなみたいなことを考えてしまって、うん、それでそのバランスが難しいんですよ。あ、いや、すごい、どういう意味なの。いや昨日寒川明子さんと放送室してたんだけど、はい、まあ、ジョン・ケイ、まあ、彼女現代音楽やってるっていう、うん、はい、ジョン・ケージって生涯そういう副業っていうか、収入のために、はいはい、スクールバスの運転手とか、うん、なんか会社の経理とか、はい、もうそれでやってる、まあ、理解のある、まあ、パトロンみたいな人がいて、うん、はいはい、という話もあったりするし、うん、そうなんですか、うん、あと、まあ、キノコの研究家でもあったから、はいはいはい、うん、だから純粋に音楽だけみたいな生活ではなかったし、うん、それにあの人ね、ブルーアメリカンって言って、はい、一番最初にアメリカに移民してきた一族、集団の末裔なのね、うん、あ、イギリスから？イギリスだと思うんだけど、うん、はいはいはい、でもブルーアメリカンって言うんですよ、はいはい、だからわざわざそのアメリカに来たとかさ、うんうん、都会に来たとかっていう感じじゃなくて、はい、なんか、まあ、生涯普通でいたいっていう、はいはいはい、まあ、なんていうの、特別な人間になろうとあまりしなかったみたいなさ。へえ、まあ、でもそういうアーティスト実は、はい、マンハッタンなんか多くて、はい、マンハッタン島から出たことがないみたいな人すごく多いの。へえ、必要ない。はいはいはい。それは何ですか。旅行とかで、あ、旅行とかっていうか、そういろんな世界を見ることをそんなに欲してないっていうことなんですか。そうだよね。
だからまあそのつまりあんまり特別なことを求めないみたいな、はいはいはい、生粋のニューヨーカーとか生粋のアメリカンみたいな、うん、でもなんか東京で生まれ育った人とかも割とそういう人多いじゃないですか、はい、あ、東京生まれですね。へえ、そういうとこありますか。だってわざわざどっかから来た人ではないから。そのなんていうの、地元、例えば代々続いたお家を守ってる人とかもいるわけじゃないですか。はいはいはい。ある保守性というかさ、うん、地道に生きるみたいな。はいはいはい。そういうアーティストに実は結構いると思うんだけど、家賃収入だけでさ、出してるとか。はいはいはい。逆に言う。でも家賃収入ってやっぱちょっとブレ状態ですよね。まあまあそうですけどね。うん、え、ジョン・ケージめっちゃ意外なんですけど、そんなスクールバスの運転手とかしてたんですか？スクールバスの運転手はちょっと詳しくわかんないけど、そんなに年取るまではやってないと思うんだけど。あ、初期？ちょっと正確なことを言えないので、はいはいはい、昨日ちらっと出てきた話で、ね、郵便局なんかだと思って。あ、そう。なんか僕も聞いたのはある会社の経理をちょっとやってたって、でもほとんど、はい、その何ジョン・ケージのパトロンみたいな人、うん、社長がね、はいはいはい、もうただいればいいみたいな状態だったみたいよって話を聞いたことが、それも聞いたのか読んだのか随分昔のに知った話だから、いやでもそういうジェネレーションで違うのかも、年齢で。でもだから音楽ではほとんど増えてないっていうのは。あ、そうなんですね。でも、まあ、だいぶ年取ってからは CD とかそういうのも出てたから収入あったと思いますけど、まあ、そんなに大きなギャラとか、例えばさ、映画音楽とかほとんどやってないでしょ、うん、あ、確かに。だから大きな収入があるような仕事をジョン・ケージはしてないし、確かがっつり教えてもいないんだよね、あ、先生もやってないんですか、やってないと思う。へー、だからそういうのって、こう、まあ、こう若いミュージシャンならみんなそういう生活してるじゃない、タクシーのうんちゃんしながら、はいはい、ミュージシャンやったりとか。だから、割とほとんどの人生を普通のミュージシャンみたいに生きてたっていうか、でもそうするとバイトはしなきゃいけない、けど先生はやらないみたいな、先生まあ大変っていうか、ジャズミュージシャンの大半はやっぱ先生なんだけど、ジュリアードとかで教えてる、へえ、じゃないと食べれないから、はい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 、先生が、まあ、美術、アーティスト、美術家もそうだけど、大体先生で食べてる人が圧倒的に多いんだけど、はいはい、俺で混乱に落としてる感じいや、もうね、できないんです。じゃちょっと一からやりますね、はい、じゃあ、意外とジャズミュージシャンとかの方が、そうやって堅実だったりするんですね。そうなんですよ、堅実っていうか別に不良な生き方してるわけじゃないし、工業だけで食えるみたいな人っていうのは、それはこうミュージシャン全体から見ても、日本でもそうだけど、まあ、ほとんどいないでしょ、全体から見れば、はいはい、なんかやっぱりなんかそうやって妙にアーティスト関わるべきみたいなのが、ないつもりでいてもやっぱ結構意外とあって、自分の中でなんかすごい自分の普通性みたいなことに悩んだりしませんか？あ、しますね、普通だなってね、でもどんどん、まあ普通性に悩む、あ、でもなんか自分が実際に好きな作家とか映画監督とか音楽家はすごい、なんだろう、まっとうにすごい普通な感性で、それをなんかかなり超えるような作品を作ってる作家とかすごい好きなんですけど、いざ自分を鑑みると、今のは良かったんじゃない今のはすごいシンプルですごいいいやつだったんじゃない残念、
そうですね。いや、それもね、ちょうど昨日の放送室でも話してたんだけど、同じですね。そう、ここ普通ってなんだろうっていうのもない、うん、あ、もし普通が仮にあるんだったら目指すべきやつじゃない、うん、普通が仮にあるんだったら目指すべきやつ、うんうん、目指すべき、普通になれるもんだったら普通になりたいけど、うん、実際に普通の人いない、うん、ここぜひここから違う人が、うん、そんなのどうぞ可能性があるって言われるとすごい悩むね。こうして、あれ、こうして、こう、これはもうすごいチャレンジできる、うん、豊かな受け入れ体制が整ってます。そういうものであるからこそ台無しにした時に。とりあえずやってみたらどうですか。どっかにかける。これと、あ、なんかウサギじゃないですか。ピピピってやれば。小指がでもかかってない。なんか違う感じする。もうアンディ・ウォーホル展見ました。見てないです。なんかウォーホルの格言みたいなのがいっぱい壁についてるんですよ。で、なんかウォーホルはなんかそういう普通性みたいなことをすごいなんかにすごいこう目指してたみたいで、そのなんかまあポップっていうところがね、ポピュラーだからね、うん。でもウォーホルの普通って全然普通じゃないっていうか、もうなんかやっぱ、でも例えばキャンベルスープとか普通じゃん、扱ってるものは、扱ってるものは普通、うん、まあ、確かにエルビスとかマリリンとかだから、うん、それはもうかなり普通を推し進めた形ですよね、平凡さ。あ、それに、うん、あのこう絵のこう味みたいなものは徹底的に描いてないから、うん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 、そのいい絵だねっていうのは跳ねのけてるね。うん、かなりなんか今回の展覧会がウォーホルの初期から網羅してて、うん、その商業デザイナーのイラストレーションからあって、はいはいはい、でそのイラストがめちゃくちゃうまいんですよ、うん、超いい絵で、うん、知ってる知ってる。でなんかキャンベルスープ描き始めた頃の絵とかもあって、うん、その時キャンベルスープがなんかホックニーみたいだったんですね。はいはい、似てるよね、ホックニーと。あれって年代なんですか。年はほとんど変わんないと思う。あ、そうなんだ、うん、あの彼は、ホックニーイギリスの人だけど、うんうん、あのイギリスの、まあ、ポップアーティストの代表みたいな人でもあるから、ホックニーって、うんうんうん、あとは、なんていうの、例えば何か外れた、2人ともゲイだから、うん、あ、そうなんですか、うん、この好みもちょっと近いところがあるのかも。そっか。あの例えばハイヒールとかさ、そういうの描かしたりしたらさ、はいはい、そういうデザインもやってたと思うけど、うんうん、男性的でありかつ女性的であるみたいな、うんうん、なんかそういう、うん、あ、かっこいい。あ、これちょっと見せてあげてください。かっこいいのできた。クロス、ちゃんとクロスして、これ名前つけるとしたら何ですか。ええすごい、これは何だろうか。なんかこういう国旗あるよね。ジャマイカ、ジャマイカ、あ、ジャマイカ、うん、ブルーのでなんかないの、こういうブルーでバツ、バツ、あ、スコットランドとか。ああ、じゃあスコットランド、スコットランド。スコットランド。あとさ、ファクトリーっていう活動をしてたの、はい、それは何をしてたかっていうと、やっぱりその街の中でこう、うん、なんていうの、アートみたいに風に送られない
まあフリークって言い方したりしてたけど、うん、まあ若いさこう一種のこうはち切れるような人々を集めて、うん、まあ映画撮ったり、うん、あの音楽的な、まあ、パフォーマンスであったりとか、うんうん、あれだってやっぱりそのこうアート、あ、美術とかがさ、うんうん、くくったようなものとずれたようなものをさ鎖みたいな普通を追い求める姿でもあるよね、きっとね。普通を追い求める姿、うん、あのだから、なんていうの、棚上げされたこう芸術とかじゃないものだよね、うん、でそれがでも棚上げされちゃうんだけど、また芸術になっちゃうんだけど、うん、なんか、こう、その私前からちょっと一つ思ってる理論があって、うん、そのなんかよくアーティストとかですごく狂ったような表現ってあるじゃないですか、うん、その狂ったような表現が強かったりして、でそういうのを無理やりやろうとして自分が狂ってるふりをしてると本当に狂っちゃうのかなっていう思いがあって、そのもともと自分にそういう資質が全然ないのに、あえて自分がそういうふりをしてると本当にそうなっていくみたいな。あのでも分裂病、あの統合失調とかにはなれないと思う。性格が破綻するだけで。うつ。あ、まあうつとかはあるよね。うん。でなんかそのウォーホルの展示がすごい良かったんですけど、なんか。こう見てて辛くなったっていうか、すごいいい、本当にいい作家な、作家、いい作家なんだなっていうとちょっとおかしいですけど、本当になんかリアリズムというか写実というか、そういう世の中をそのまま写実してる感はすごかったんですけど、うん、かなりなんか自分を痛めつけてる感が強くて、どうだろう、それはポーズとして振る舞ってるところじゃない？あ、そうなんですかね。彼は非常にあの知的でこうロジカルなアーティストだよね、うん、どっちかっていうと。ああ、その狂ったふりをしてるって言ったら違うんですけど、うん、あ、ただ彼はさっきも言ったけどゲイだし、はい、あのまあ、マイノリティだっていう自覚はあったんだと思うんです。あ、うん、だから狂ってるっていうか特殊っていうか、はいはいはい、うん、でもその狂った状態を演じてたわけではないような気がするんだけど、ね、あんまり狂ってるっていうジャンルに入ってない俺の中で、まあ、ダリとかでしょ、狂ってるのは。狂ってるって、ダリは相当だよ、だって、うん、常軌を逸してるってこと、うん、痛めつける、うん、自分をなんか追い込む、あ、自分をこう、そう、そうもっとひょうひょうとした僕はあの印象があるけどね。あ、本当ですか、うん、あのいつもこう自然体で、うん、あ、無理しないっていう感じの方が、うん、イメージとしてはあるけどね。へえ、そんな激しい感じをしたことないな。そっか、なんか俺と思うてる感じ。あ、でもなんか痩せ我慢してる感じはあるのかもしれないな。でもそれってみんなに見せてる部分だけでしょ、うん、プライベートも彼にもあるだろうから、うん、あの当然その恋愛とかで苦しんだりはするだろうけど、はいはい、これこれでもその何か奪い取った感じでも何て言うの、あのこうイメージ、自分をイメージ化してそれも作品の一部にこう自覚的に使った最初の作家だと思う、うん、ああ、そう思う、うん、うまくなった。え、ダメ、元戻ったっそうか、ね、1回目やって2回目で元戻った感じがで、これかこれか、
本当に元に戻しただけだあのほらピカソとかダリとかはどっか無自覚でさ、はい、その自分のイメージを外に出しちゃったけど、ウォーホルはあのコントロールしてると思う、うんうんうん、全部作ってると思う、うんはいはい、だからそのマスメディアとか、うん、そのメディアのあり方を意識して、うんうん、それでできることは何でもやるみたいな、うん、はいはいはい、川から誰もできないってことが分かったね。川結構難しいですね。川、じゃあ次川やなったらちょっと教えます。あ、じゃあ例えば、うん、あ、私なんかツイッターとかフェイスブックをやりまくってると、うん、作れなくなるんじゃないかっていう幻想があるんですけど、ああそれについてはどう思いますか。やりまくってんだ、やりまくってんだ。奥村くんとかねそこそこ やりまくって人によると思うけど、それこそメディアとしてツールとして利用するとか、うん、コントロールしてる人は、うん、あ、これ橋です。これ橋、はい、うん、橋ですコントロールしてる人はないかもね。だからそれがこうなん、うん、なんかその自分の表現をしてるって錯覚しちゃうと、はいはい、ちょっとおかしくなっちゃうところがあるかもしれないね。あ、ちゃんと割り切るってことですね、うん、メディア、あくまでもメディアだと思ってれば、うんうん、ツールとか、うんうん、別にそのいろんな使い方ができるっていうだけだから、うん、そっかそっか、うん、橋ですこれなんていうんだったかな。これもなんか名前があるんですよ。これもでもちゃんとしたちょっと、ね、これ終わらないんじゃないかっていう心配が。今何時間ぐらいやった時間は経ってないじゃないですか。47。あ、結構やってますね。そろそろ締めていかないと。確かに1時間を超えると長すぎるんじゃないかと思うんで。じゃあどうしよう。すごい取り留めのない話になってしまいました。そうですね、でもなんとなく、うん、その働いたり、あ、でもあの僕ほら黒猫でバイトしたことあるって言ってたけど、はい、まあ、バイトしてると作品作れなくなるんじゃなくて僕は逆かな、はい、うん、だから、いろいろ企画とかが、はい、混んできてディレクションしなきゃいけなくなって、うん、その当時、はい、一切できなくなった。普通に配送したりするのか、へえ、なのでちょっとやめますって言ってやめた。忙しくなってもう頭が、もうバイト中に、はい、もうバイトのモードにどうしてもならない。あ、まあ、その間でも考え始めちゃうから、はい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 、だからさっき、違うと楽だって言ってたけど、うん、近いと楽かな。あの、モードが似てる仕事だったらいくつも副業できるかもしれない。ああ、切り替えるっていうのがものすごい大変だった。あ、俺はだからこれに近い。そうだこの状態になる。ああ、そうだ、そうだそうだ、できなくなって、うん、もう事故りそうに、あのドライバーだったから、あ、それはそうだ、事故りそうになっちゃうから、うんうん、これ絶対無理だと思って、使うとこは一緒なのに、うん、違うこと、あ、分かんないけど、俺は多分ででで作品を寄せちゃったんだろうな、仕事に、うん、僕はなんか働いてる時間をなんとか制作時間だってことにできないかなと思って、はいはいはい、でやってったら作品が変わってったみたいなとこは あるかもしれない。寄り添ってった感じですか。寄り添ってなんか自然にその働いてる最中に入ってくるいろんな情報も作品とか考えることに結びつけられないかなと思って、はいはいはい、やってったら今の感じの写真じゃないんですよね。写真なんですけど、え、じゃあ仕事中に写真撮ったりする。だから写真、だからもう全然写真使ってないですね。やっぱあんま違う、
違うとダメなんじゃないの、近いのダメなんだ、それはあるかもしれない。だから、美大でレクチャーしたりとか、うん、ディレクションしたりとか、それがいくつも混ざってるのは全然できる。あ、そう、やっぱ関連してるから。教えることとディレクションって近い感じですか。準備することが似てますよね、リサーチしたりとか、あと問題を整理したりとか、うんうん、で、まあ勉強になるじゃない、うんうん、教えに行くと、だからついでに勉強できるから大変だけど、専門とかだと、うんうん、で、もちろんほらなかなかうまくいかないとかさ、うんうん、悩むことも多いけど、うん、でもやっぱ全く違う仕事はなかなかね、うん、ちょうどいいやつを探すのが収入源のね、うん、まあなかなか大変ですよね。切り替えてる感じですかね。私は今やってるコールセンターがあんまりならないんですよ。ならないの？でもなんか、だからクレーム処理たまに問い合わせがある程度で、だから暇な時間ずっとぼーっとしてこうアイディア練れるから、その点では結構いいんですよね。だちょっと似てるかもしれないですね。お客さんが来てない時間は、ああ、うん、そう、うん、違いますか、微妙かな。どうなんだろう。だって管理してる店長だからバイトの指導したりとか。あ、そうだ、でもなんかこうやって話すことと、はい、バイトに対して何かこう話すことってそんなに違わないかもしれないと思うことはある。あ、雑談力、いや雑談力がそのなんて言えばいいんだろう、仕事の内容を話すことが、うん、心得とかを、心得というか、なんかその無数に出来事ってバリエーションがあるわけじゃないですか、はいはいはい、でそれに対してなんかそのこういう時はこうしてねっていうのを100ある事例に対して100アドバイスをするんじゃなくて、できるだけ少ないアドバイスでっていうのを試行錯誤していくわけですよね、はいはい、そのこの人にはこういう言葉を言った方がいいなとか、こういう同じ内容を伝えるにもA、B、C、D 全部違う言葉を使ってもいいから、同じ結果を導くにはどうしたらいいかってことを考えるから、そうからそれは作品作るときでもなんか近いものがあるなっていうのがあって、なんかカチッとしたことは言えないんですけど、でもなんかそんなに遠いことをやって、まあ、遠いんですけど、遠いことなんだけど、でもなんか、だから今現在のプロレタリアートみたいなね、そうですね、作品も含めてね、今言ってる内容が結構切実な問題としてある、うん、あるよって話ですよね。それはまあ誰にでも通ずる話なのかもしれないし、うん、違う、なんかそのアートと労働みたいなさ、はい、は森火のトークイベントでも あったんですよね。そういうクロッシングなんですか。クロッシングの時に、はいはい、あのキャンプさんとか、はいはい、森火側の企画でもあったんだけど、みんなで出し合って、そしたらアートと労働ってことになって、あ、そうなんだ。みんな考えてるんですね。いや、それは今だってやっぱすごく深刻な格差社会だから、うんうん、アーティストに限らず、あの年収極端にみんな少ないわけじゃないですか。うん、なんだっけ、年収400万円以上になると、はい、2割とかって言ってたかな、絶対。それ以下なんだよ、みんな。めっちゃみんな貧乏ですね。そうなんですよ。で、200万円そこそこっていうので、5割とかじゃないかな。とかな、今、現代って。あ、じゃあそんな別に変わんないですね、アーティストやってても。そうなんです。うん、そういうことなんです。だからアートの問題ではないかもしれない。あ、労働の問題なんだ。なるほど、うん、みんなだってそのね、お金のためとか
あの食べるためにやっているのか、それともその仕事自体がなんか世の中のためなのかみたいな、はいはい、そういうジレンマは、あると思うので。そっかそっか、だからそれはもちろんアートと労働なんですけど、まさにもう全員の問題だよね、アートの問題じゃなくて。だからこんなことしてていいのかみたいなことは多くの人が思ってるだろうし、そっか、そうですね、何に対してお金を払うのかっていう問題でもあるなぁと思ったりする、うん、その自分はもらう側の時は労働だけど、じゃあ自分がその賃金が発生する何かの時に自分は何に対して払ってるのかっていうのは、いろいろ思う、ね、だから今は世のため人のために何かする時にお金に経済になかなか結びつかないみたいなのすごく多いから、まあ NGO とか NPO とかっていうさ、そういうああいうのももちろんできてきたんだけど、結構だからお金、まあお金のことだね、お金とそのお金の使い道のことだから、だからそのやってることでお金にもなるでちょうどいいみたいなのが、その形がほぼないんですよ。ないですね、まあ一部の人はすごいんだけど、それはみんな破綻してるから、そこは考えておかなきゃいけないところなんだろうね。そうですね、でそれもさ、この状態で10年ならいいかとか、5年ぐらいなら我慢できるとか、みんな多分そのスパンも違うと思うんだよね。一生だと嫌だけど5年ぐらいならまあいいかとか。そうなんですよね。あの今日ね、海老塚浩一さん、はい、知ってる？あ、玉美の、はい、先生だ。うん、先生と、あるお葬式に出張ったりあって、はい、どれぐらいだろう、小1時間ぐらい車で、あの十日市場だっけ？うん、横浜線の、はいはい、送ってもらったの、御殿場から、その間にもやっぱりそういう昔だってさ、海老塚さんが学生の頃さ、はい、現代美術家で食べようなんて誰も思ってないかもしれない、そんなことだって夢にも思わないっていうか、あ、まだそういう時代じゃないから、はい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 、で何人かがコマーシャルギャラリーがついたとかいうたびに結構大事件だったっていう話をしてた。へえ。ちょうど。海老塚さんってどれぐらいの時に若かったんですかね。どれぐらいの時に若かったかっていうと、やっぱり70年代とか。70年代か。そうですよね。美京都とかの時代ですか。美京都よりもちょっと若い。へえ。だから遠藤利勝さんとか戸谷茂雄さんとかと同世代。あ、そうなんですか。うん、あの世代割とちょっと少ないというか、まあ、いっぱいいるんだけど、まあ、その3人は結構あの割とよく名前が出てきますけど、ちょっと若いの、あのだあのその美京都とかとはよりは、モノハよりはだから、ね、あとです、モノハと美京都って一緒ですか。モノハと美京都は世代的には一緒。あ、関根の坊さんちょっと上なんだけど、小清水さんとか、はいはい、あの白道さんとかほぼ一緒だから、モノハの方がでもちょっと一つ上とかじゃないかな、あの堀光斎さんとか。あ、そうなんですか。大阪、さんとかよりもモノハの人たちの方が 1,2 歳上なんじゃないかと思うんだよね。あの彦坂さんと原口さんが確か同い年、原口のりゆき。まあ一緒ですよ、だから。はいはいはい。みんな、2、3歳の差はあるけど。大体高生だ。だからちょっとそれより若い。ああ。水川さんとかはね。だからその先輩たちが、だんだんこう売れてったりする様を。川来た。川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 。僕、行きますよ。川、マスターしました。そう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 、おお。でもそろそろ締めそうですね。なんか締めて上見て。
取り留めがなくなってしまってすいません。でもまあそのそういうのとちょっと関係あるってことでしょ。関係あります、まあ、あのただ今回労働についてだけ話したんですけど、労働だけじゃなくて、うん、もうちょっとこう私が普段漠然と生活しながら思ってる不穏な空気感とか、ちょっとうまく言葉に表せないようなことを、まあ、ドラムの音を引き出すっていう、そのディスカッションをベースにいろいろ雰囲気を表していけたらなと思ってますので、どうぞ見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5月10日5月10日の土曜日です。来週、はい、来週です。お待ちしております。よろしくお願いします。29分ジャムだよマジで。